聞こえない、何も聞かせてくれない、僕の体が昔より大人になったからなのか。ベッドに置いていた初めて買った黒いラジオ、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。思春期に少年から大人に変わる道を探していた。汚れもないままに飾られた行き場のない押し寄せる人並みに、本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。